中学スタートの皆さんが、うん、まあ、あと高校大学スタートの皆さんが少しでもこれで、試合で勝ちやすくなるものに、うん、あの近づけたらいいのかなと思います、はい、いきますよ、はい、皆さんこんにちは、こんにちは、ワールドラバーマーケットのグッチとイエスです。おっしゃお願いします。いやーテンション高めだね今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。そうです、よろしくお願いします。で早速なんですけど、はい、今日はですね、最も早く初心者が勝てるコツ、中学スタートかっこ中学スタート、そんな裏技を教えちゃっていいんですか。はい、もういきなり教えちゃういきなり卓球始めたばっかりの子が勝ちやすくなる、はい、だ勝てるよっていうものをバーッと私たちで上げていけたらなと。いつもやってるのは結構、私は結構やっぱやり方、うん、はコツとかは、切れるよとか、そうですね、こうやったらラリーが続くよとか、うん、そういうやり方はやってるんですけど、試合の時とかはまたちょっと勝ち方が違ったり、まあ、そうですよね、しやすい、まあ、ラリーもあったりレシーブもあったり、そうですね、いろんなことがありすぎて、で何を優先順位に、うん、あの組み立てたらいいかって結構やっぱ分かんないんで、うん、最初のうちは、そうですね、あの、まあ、中学スタートの選手がですね、はい、あの手っ取り早く勝ちやすい方法、相手も、はい、まあ、初心者クラスというか、そうですね、そういうことですね、同じ舞台の中でと、はい、いうことですね、はい、まあ、もうすっごい当たり前のことなんですけど、はい、とにかく入れる、お、相手ごとにボールを返す、そうで、なんでって言ったら、はい、初心者のうちって、はい、ミス対ミスみたいな、それ分かるっす、はい、すごい失礼な言い方なんですけど、はい、じゃあバシーンって打って、うん、何割入るのかって言ったらきっと半分も入らない人の方が多いと思うんですよ。そうですね、はい、であれば、あの無理せずにしっかり相手のコートに入れ続ける練習をしよう、そっちの方が、うん、まあ、練習でもラリーが続くから上手くなりやすいし、うん、まあ、続ける数える練習とかですよね。で試合でも粘れるようになるので、はい、試合も勝ちやすくなるのかなと、お、はい、勝ちやすい土壌ができるのはそこかなと思っております。もう特に初中級者の世界だと、もうその傾向もっと強く、そうですね、まだ技術が固まってない同士だから、どうしてもこう攻撃した時に入る確率よりもミスする確率の方が高い傾向にあるというか、はい、いやーいやーこれあるあるです、あるあるです、まあ、こっちはもう入れてるだけですからね、なんかそこを例えば、うん、あ、そうそう、これ、よし、うん、そうそしたらこっちがね、そう打っちゃうよね、無理してミスして、無理してミスするもんね、はい、それを早く気づかないといけない、うわっ、よし、ありがとうございます、もうこれだけでも分かるね、はい、打てそうなボール来ますよね、いっぱい、あ、そうですよね、そうですよね、いっぱいこう、打てそうなボール、なんだろう、こう、で、こういう感じで、なんか打てそうなボールいっぱい、打てそうな球が来ちゃう、なんかもうそもそもこれも打てそうな、なんか、そうですね、なんか見境もない、ないですよね、どれが、あ、そうなんですね、全部打っちゃう、全部打っちゃう、もう何が何だか、全部、フォアドライブ覚えた、フォアドライブ覚えた、あー、調子悪い、もう僕、多分4点ぐらい、そう、だからこれじゃなくて、実際のところは、入れてくれ、頼む、なんかこうね、突っつきでこうね、とかだって打ってもこうね、ちゃんとこう入れながら打つ、はい、ちゃんと相手コートに入れること前提の中で打っていくような感じがやっぱ、ちゃんと精神的に辛いですけどね、最初我慢しなきゃいけない、そういうことなんですよね、要するに我慢した方が勝てちゃう、うんうん、そうですね、はい、で、いける時だけ打つみたいな感じです、はい、ありがとうございます。はい、私、行きます、はい、で、今度はですね、まあ、ちょっとボールを入れるというのに似てるんですけど、はい、レシーブをとにかく安全に返せっていうことですね。なるほど、まあ、その一番最初壁になるのがレシーブの部分なんですよね。レシーブ、やっぱ相手のいろんな回転のサーブを最初は返すのが難しいので、はい、これできるだけ返球できるかっていうのが単純に勝ちにつながるので、うんうんうん、やっぱ返さないといけないですよね、レシーブを、はい、これ一番最初のあれだよね、もう鬼門ですよね、鬼門、試合中思い通りいかないんで、ちょっともう一度サーブ出してもらっていいですか。なんかとりあえずでもやっぱこう最初のうちはうわーってなるんで、まあおすすめはもう最初はもう限りなくやっぱ力抜いて真ん中にそーっと突っついてもらうと、どっかに入ります、どっかに入る、そーってやっぱああもうどっか入ります、真ん中以外隅っこ狙わせるとこうやって調子に乗ったりとか押したりとか変に切ろうとか、あのよく見せちゃうと
外れちゃうんですけど、まあ、技術も固まってないからここ狙おうと思ったらこんぐらいはちょっと余裕持ってない、ね、なんか先輩がみんなこうつってきたらこうバックとかフォアにいい、よくかっこよくこう鋭く送ってると思うんですけど、それ真似ちゃうと飛んでっちゃうんで、真ん中に優しくこう、うん、もうほとんど手首とか使わなくていいんですけど、超慎重に合わせてもらえれば、まあフォアもですね、フォアにも来るんで、フォアにもこれこうやって力抜いとけば、飛び出て真ん中にそーってやっとけば、ラッキーな、どっかに入れば、うん、あのラリーが続くんで、これ知っとくだけでもですね、だいぶあの大きいかなと、うん。で、慣れてから隅っこ狙うとかこうやって、もう慣れてから2ゲーム目とか慣れたら、ね、狙ってもらうとか切ってもらうとかやってもらうのが、まあ、レシーブ入れやすいかなと、まあ、その回転系ですね、回転系の短いサーブに関してはこれがあのいいかなと思います。はい、まあ、あんまりにも速いやつ、ロングの普通の上回転とか、上回転、これ速いやつはこいつつけないので、うん、上回転、こう超長いのはまあこうやってあのもうあの普通にただ当てて、まあ、クロスに優しく返してもらってもいいかなと思います。まあ、上回転が来たらもうただ合わせれば、こう面普通の基本打法の打ち方でそのまま返るんで、はい、これで単純に勝ちやすくなるのは必殺サーブを覚えようっていうことですね、うん、もうとりあえずもう点数は取りやすいサーブを、うん、いいサーブを覚えた方がすぐ効果があの、ね、試合では出やすくて、で特におすすめがしゃがみ込みサーブ、うん、これめっちゃ取りやすいです、はい、もう使ったもん勝ちぐらいの勢いですね、はい、しゃがみ込みサーブがまあ一番一押しで、まあ、次に、横回転サーブの速いやつと、はい、あと巻き込みサーブの速いやつですね、うん、この3つが私的にはぜひやりやすくて効果も高いぞ、効果も高い、やっぱしゃがみ込み怖えわ、やっぱ構えてるだけやっぱ怖えわ、おやまくんしゃがみ込みってやっぱ速いな、あ怖えわしゃがみ込み、いやそれ覚えたらかなり点数になるんですよ、実際覚えるまでが大変だけど、はい、横回転の速いやつ、はい、横回転爆弾に速い系とかですね、はい、おお、これやっぱあの出しやすさ、回転量はどれとにかく一番出しやすいのかなと思います。初心者の方でも一番横回転の横回転が一番切れやすいと思うので、そうですね、やりやすいです、はい、下回転切るよりも多分横回転を切る方が皆さん、ね、うん、やりやすいので、サーブエースをこれはちょっと難しいですね、はい、そうなんですよ、ボールの下を真下を捉えるのってやっぱちょっとやっぱ中級者ぐらいになってしまうので、うん、レベル的には初心者の方にはそうですね、もうそういう横系のサーブで思いっきり長く出してもらう、そうですね、で思いっきりバック深くに思いっきり振って、うん、あの短く出そうはいらないですね短くサーブ出そうはいらないです、弱く短く出そうとするとですね、上手い人と同じように、ね、短く出すとあんま切れないので、うん、そうです、はい、やっぱ初心回転量が減っちゃいます、ね、そうなんですよ、回転量減っちゃうので、まあ、なのでそうですね、そうですね、今見て長い方がよりスイングできるので、うん、サーブエースが増えると、なので横回転はやっぱおすすめですね、はい、早いやつは、であとは巻き込みサーブの、はい、逆回転 の、はい、のもうこれもバックの長いところに思い切り同じような感じで叩いてるよ、はい、いやまあ巻き込みサーブも最近流行ってて分かりづらいサーブなので、それもバックの長いところに思い切り出してあげると相手がフォアハンド、はい、これも最初短くするとこれも切れづらかったりこう短く返されたりして、逆に初心者、まあ、あの最初厳しいんですよね、上手い人と相手だとストップされてきついので、はい、これストップされてやっぱ打てないので、やっぱ長いところに振ってもらう、はい、思いっきり振ってもらった方が、はい、思いっきり振ってもらった方が次も打ちやすい、決して切れます、うん、ありがとうございます、はい、あと巻き込みの早いやつとか、はい、はい、要は詰まっちゃうんで、あのしっかりこっちもレシーブする時間が全然ない、うん、早いから、そうですね、はい、で切れてるから、はい、コントロールするのがすごく難しい、そうなんです、ね、そういうサービス、はい、つっつきたいつっつきで、お強くなるっていうところですね。いや初心者のうちはこれがめっちゃ大事、うん、やっぱりね、下回転サーブから何やかんや始まることが非常に多くて、でそのつっつきて強く打つ技術じゃない、地味な技術なんですけど、うん、ちゃんと練習すると本当にミスなくできるようになるんで、うん、つっつき合いで勝利せよっていうのが、うん、はい、めちゃくちゃ大事なところ、やっぱつっつきを我慢できず打っちゃう人がめっちゃ多いんで、それが結構敗因だったりするんですよね、はい、最初の、そうなんです、初心者のよ分からずに打っちゃう、はい、ああ入らなかったで、はい、つっつけばいいって話なんですけどねでこのつっつきができるっていうのが、はい、もうこうどーんと上手くなった後に響いてくるんですよ、またもう一回、ああなるほどなるほどなるほど、うまくそういうことですね、じゃあこうやってなんかこうやってランダムでっていうことですよね、全面でこうつっつけるようにした方がいいですね、うん、ああでも厳しい厳しい厳
厳しい。はい。おお。おお。はい。やばい。厳しい。ちょっと。それはやばい。まあ、上手くなってくるからね、そのコースで、はい、いない方、いない方狙っていい。これを、例えば、うん、こうやってミスるのは良くないです。こうやってこうやってて、うん、あー、めっちゃ多いね。そう、これめっちゃ多い。最初卓球歴1年ぐらいの感じだとめっちゃ多いよね。はい。だそれ打てないんですよね、本当は。そう、難しい。だから本当は入れるベースですよね。そうなんです。基本入れて、で、打てる時だけ打つ。はい。基本はつっついていただく。そうなんですよ。っていうのが大事ですね。はい、ありがとうございます。じゃあ次もまあ簡単にできるところで、はい、ちょっとほんのちょっとだけレベル上がったところなんですけど、はい、その試合するときとかなんかプレーするときに、はい、まず一番簡単な相手の崩し方っていうところでちゃんとコースを狙おうっていうところをやろうかなと思います。はい、じゃあコースを狙おう、大事だな。そうですね、やっぱりめっちゃ大事。まあ、回転サーブを取るっていうところがやっぱ最初の肝にはなると思うんですけど、はい、やっぱりこのテクニックは回転っていう要素ってやっぱ卓球の中ですごく大事というか、そうですね、大事で難しい、まあ、そうですね、ところだと思うんで、はい、まあなんか身につけれないってなったとしても、はい、それでも簡単に相手をこう崩す方法として、うん、やっぱりボールをどこに落とすかっていうのは割と自分の意識次第でできるんで、うん、確かに、ちょっとそこら辺をやってもらえればいいのかなと思います。あ、面白そうです。よろしくお願いします。どうしましょうか。あ、これだったら多分大丈夫です。はい、オッケー。じゃあ、はい、コースか。そうですね、はい、まあ結構いつも言うのは、はい、まあ、せめて4隅は狙おうっていうところで、4隅、よ、あのここ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 ですね。はい、手角4つ、角4つを狙えるようにしたら相手の、まあ、フットワークとか技術力まだ高まってないんで、じゃあとりあえず回転同じに はい、こういう回転にしてちょっといろんなところを狙うっていうところで、はいはい、お願いします。お、遠くなるな。おああ、ちょっと今結構厳しかったですね、攻めが、はい、優しい振りなのに攻め厳しい。ああ、はい、こういう感じで、はい、回転をまあ使えなくてもとか、はい、こうやってなんかやっちゃったら怖いなってなった時には、はい、とりあえず狙うっていう、しっかり、ああ、やべ、しっかり狙われてる。しっかり狙うっていうところをやってもらえば、ここしっかり狙えば相手やっぱり攻撃できなくて、うわっ、っていうような形なので、はい、単純なその技術を身につけるっていうことももちろん大事ですし、うん、そっちを優先してもらってもいいんですけど、やべえ、なんか困った、何もできねえってなったら、とりあえず相手のいないところ、いないところを狙うっていうところは一つやっぱり相手がわーわーって困っちゃう要因になると思うんで、いや確かにそうですね。だから無理してこう打っていくというよりかは、うん、かはポン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 合わせて回してるだけでいい。そうですね、まあ本当実は良かったりするんですけど、さっきの入れるに繋がってくるんですけど、うん、自分がこうやってふんって攻めるよりかは相手が嫌なとこばっかり、うん、空きスペースばっかりを狙っていくっていうのは一つ自分が全然無理せずに勝ちやすい方法なのかなと。じゃあそれではつまりあれですもんね、じゃあ、 あの大きなドライブラリーとか、はい、そのそういうのがなかなか苦手な方でも点数を取る方法はあるっていうあるし、結局粒でも裏でも表でもこれは一緒かなと、はい、まあ、今裏ソフトでやってますけど、バックルサーブ出してそうですね、つっつきっていう技術でもいいですし、あの粒でポコポコやってもいいかな、うん、まあ、そうですね、基本的にこのコースは、はい、どの戦型でも一緒に一緒、まあ、レベルもね、はい、リークメンバーでずっと使えるんだし、ね、使えるみんな使えるからね、はい、結局はなので、はい、まあ、相手のいないところを狙うっていうところで、まあ、コースを狙う、うん、まあ、最初のうちは4隅をしっかり狙うっていうところで、うん、勝手にああって崩れてミスる確率が上がってくると思うんでコースを狙うっていうところは簡単にできるかなと思います。よろしくお願いします。まあ、さっきあの、はい、とにかく入れたもん勝ちっていうところで、うん、まあ、入れながらやっぱ攻めたい、どうしてもやっぱ攻めたいと思うんで、うん、その攻める時のボール の、まあ、そのファーストステップ、うん、第一ステップとしてループドライブという技術を覚えようというところを提案したいなと。なるほどね、はい、思いました。速いドライブじゃなくて、速いドライブじゃなくて、まずは回転をかけてギュッと入れるドライブ、うん、安全に、まあ、得点につながりやすいドライブっていうところを、うん、で、まあ、ループドライブっていうのをちょっと習得したらどうかっていうのを提案したいと思います。じゃあちょっと実際にお願いします。はい、じゃあちょっと私がじゃあ、はい、アレンジャーやってみます。はい、まあ、でも回転重視のドライブということですね。つっつきに対してということですね、はい、下回転に対応するときにこういうドライブですよね、はい、おお変化したな。これはまずラケットに当てないと実際に、はい、こういうドライブってやっぱ取り慣れてないですよね、はい、やっぱりあとは最初こうちょっとレベル上がってくると
っとこういう下回転がこうツッツキのラリーとかになったりした時に、このツッツキ面を出して急にドライブってなると、この面をパッて変えるのが多分すごい難しいと思うんで、それめっちゃいいめっちゃわかる。急に打たれた面出ねえみたいな。しかもそうね、こういうね、こういうのが長年のね、意外に難しいないよね。確かやっぱり普通にこうただまあ初期の場合はツッツキで粘るっていうのも一つ手ですけど、ちょっとなんかワンランク上がった時にはそうですね、あのじゃあこうやってこうやってうえってなって、おーよーだ、速い球は出さなく、そん出さなく、まあ出してもいいけど、出してもいいけど基本こういうの安全にというか、あでもループドライブだってこれ安全性もありますもんね。そうですね、こうやって高くして、そうですね、ネットをしっかり越えるようにしてっていう安全面も、普通にだってね、だって下手したらこうそうですね、下ちょっちゃうからぶつけてこう半分入るか入らないかぐらいのよりかはループした方がこうやって、はい、こうやって入る率も高いから、ね、高いので入れた者勝ちというのはさっきの行きますね。そうですね、まあ入れた者勝ちの中で少し攻撃的、はい、まあだからちょっとレベル上がったところですよね。あ、そうですね、ちょっとでもすごいいい話ですね、はい、っていうところで、あ、いいな、まあ、あの、はい、順番いろいろ、はい、もうちょっと下のレベルとかもあると思うんですけど、はい、少しちょっと上がったところで、あ、いや、いいと思います。下回転が急にわーって面を変えるのが難しいっていうところで、そういうスライムを覚えようというところ、お願いします。すげーよ。じゃあ私からは次ブロック、はい、ブロックをしましょう、はい、守りの技術、ブロックを習得しようっていうところで、大事だ、はい、まあ、ずっと今までやってきた中で、はい、ツッツキもいわゆる結構守りというか、そうですね、しっかり失点をしないための安全な、うん、返球方法みたいな、安全な返球方法ですね下回転をそのまま自分で下回転に返すっていう感じ、うんうん、そうですね、この下回転をドライブに変えるってやっぱり攻撃だったりちょっと難しさが上がるんで、うんうん、まあ、上回転に対してその守りの技術としてブロックでポンってしっかり、うん、処理するっていうところを、やっぱりまずはあの最初話したみたいに、やっぱりどんな点数の取り方でもやっぱ1点は1点なの で、やっぱり最初は、技術が固まってない同士、失点をとにかく減らすっていうところに、うん、焦点を当てた方がいいのかなと思いますんで、うん、じゃああれですもん、やっぱドライブの連打をできる人ってなかなかいないじゃないですか、いないドライブをこう絶対ミス、途中でミスっちゃうので、 そうですね、はい、それよりかはこう安全 に、 安全にこうブロックで優しく返し、入れ重して楽して返す、2本3本で返してあげた方がまあ安定率の差で勝ち、ね、稼いちゃうっていう流れなんですよね、はい、じゃあ実際にちょっとお願いします。まずはこの守りの技術ですね、下回転に対してしっかり守る、しっかり守る、しっかり守る、おっっていうここもか、しっかり下回転に対して、うわ、守った後に上回転のボールももう一回守るっていう形で、うん、まあ、なかなか打てないね、なかなか厳しいですよね、うん、相手も下回転を打った後に今度上回転を打つって結構難しいです。じゃあよく下回転を受ける、上回転を受けるっていうこれですこれもやっぱ混乱しちゃう一つの原因というか、うん、最終的には一緒ですね、より1本多く返そうっていう、うん、それはしやすいですよね、確実に。で、多く返すための方法として、うん、ツッツキは下回転に対しての受けの技術、ブロックは上回転に対しての受けの技術っていうところを、うん、まずここ最低限クリアしとけば、まあまあなんとかなるんじゃないかなと、うん、じゃあドライブを実は先に覚えるよりも、はい、ちゃんと勝つんだったらブロックを覚えた方がいい、まあそうですね、まあ本当に入れるとか受けの技術、うん、優先のものを先にやった方が自分はいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあ、ブロックって相手に攻撃された時の守る技なんですけど、じゃあちょっと攻撃してもらっていいですか。こういうです、これでいいです、ドライブしてこうやって返すのがブロック、まあこういう回転かかったりドライブとかもブロックがうまいとあんまりミスしなくなるんですよ、はい、でやっぱり練習ってこう打つ練習が多いんですよね、卓球の練習って。でも試合っていうのはやっぱりどっちかが攻撃してることがすごく多くなる、はい、じゃあ攻撃されたら守らなきゃいけない、はい、そう、でもみんななんか殴り合いを申し込んでる中学生がすごい多いです、ね、殴られてんのに殴って失敗するみたいな、まあ、入った時うわーってちょっとやってみましょうか、はい、例えばこのドライブ来て、いや多いですね、これめっちゃ多いですよ、強打に強打みたいな、そうそうそう、打ったボールに打ち返して入らないみたいな、うん、いやーこれ多い、ああはい、なのでブロックを覚えること、これが大事かなと思います、はい、なのでもう本当に優しくポンって一切押さないってことですね、そう触るで、いない方向にこうスッと送ったりとかすればいいってことです、ね、だからフォア打ちのもう
超弱い版だと思ってくれてる。なるほど、そうですね。振っちゃうんですよね、はい、ブロックって言ってもやっぱこうやっちゃったりとか、はい、こうやっちゃう方がやっぱ多いんで、はい、そーっと優しく、だからみんなこうやってフォア打ちをこうする練習が多いんですけど、はいはい、これをすごい弱くやる。あ、今安いブロックしてくれてますね。すごい弱くする。はい。はい、あ、すごい止まってる。ボールめっちゃ止まってる。ミスが減るんで。うん、確かにこっちのミス誘われますね。ズーム粘られちゃうから、はい。はい。ありがとうございます。ですね、ここで、ちょっとお願いっていうかしたいのが、はい、勝つためには、はい、打球練習をぜひやってほしい。なるほど。っていうことですね。もうできる限りたくさんの球を使った打球。うん。うんをやったもん勝ち状態にぶっちゃけなってるような気がする。まあそうですね、やっぱり感覚の ここの打球の感覚がすごい大事だから、そうなんですよ、いくらなんていうんですか、教えてもらっても、できないことには、やらないことには身につかないっていう。でしかもあのなんですかね、1年生同士とかだと普通の対人だとやっぱなかなか練習が続かないじゃないですか、うん、そうですね、はい、1分間ラリーし、ま、卓球しますって言ってもボール拾いの方が長くいいんじゃないですかね。まあよくあるあれですよね。ボール拾いの方が長いお前ら。1、2、あーみたいな取りに行くみたいな。はい、そうするとやっぱり同じ1分でもほとんどロスしちゃってるんですけど、うん、で卓球練習ってたくさんの球を使って練習ができるところだと1分間で、うん、だってほとんどその1分間もそのままフットワークとかやろうとができるし、ね、はい、ドライブ練習もできるよとか、ブロック練習もできるし、突っつき練習だってできるし。1分間のうちほとんどの練習時間を多球に費やすことができるので、うん、超効率いい。そうですね、何倍も違う、まあ、単純にもう練習量が違ってくると、同じ時間なんだけど量が違ってくると、こうやってこう、はい、あ、例えば、まあ、打てる、ミチェさん上手いから入ってるけど、これが入らなくてもずっとフットワークできるんですよ。これがこうなって、そう、まあ、もちろん入れてほしいところではあるけどでも、うん、でも疲れました。今のね、ちょっと息が、はい、やや上がるぐらい、はい、ぜひですね、まあ、できたらたくさんの球を使って多球練習、うん、で球を出せる人と先輩なり監督なりコーチに、まあ、最初は球を出してもらって、うん、後で自分で出せるようになるのが、そしたら1年生同士でこう多球練習回せたら、うん、そしたら自分は最高ですよね。そうですね、ずっと先生いなくても顧問の先生がやっぱずっといるわけじゃないので、うん、それいない時も多球できる、うん、先生がいるときも多球できるってやると、まあ、一番手っ取り早く強くなるのかなと思います。はい、もう超手っ取り早くお金で解決できるところで、はい、石つらばっていう、まあ、あのいわゆる粒高とか、はい、アンチとか、はい、相手の回転が効かないようなラバーを使うと、はい、返球確率は上がってくるので、はい、まずは手っ取り早いかなと思います。バック粒で、はい、そしたらやっぱこうやって切れたサーブもこうやって、ああやっぱ返されるですねこうやって切れてもらえば、おぉ揺れた、変な、そうですね、はい、やっぱ回転が読めなくてもやっぱそうですね、返しやすいというですね、うん、うん、確かに触るだけで、卓球台の方向を向いとけば、さすがにこれは入んないです。まあそうですね、変な中心狙ってればいいですよね、はい、そうですね、卓球台のあうわそれやだなとけば、はい、やっぱり返しやすいな、あとやっぱフットワークそんないらないっていうか、とりあえずこういう感じでできる、どぶそうですね、確かにカバーが、はい、確かにこう来ても多少、はい、動きも少なくていいですよね。少なくていいし、あ、やっぱり石津は勝ちやすいですね、はい、やっぱりなんか負担が少ないですね。ああ、やべえあとは何ですか、相手もこっちからしてもじゃあ最初取れないですね。そうですね、まあちょっとこれ相手が上手かったらドライブ打たれると思うんですけど、はい、まあやっぱりこう初級者同士最初当てたら落ちるからね知らないでやってたら、だって落ちるから、はい、これ、はいはい、ここら辺がやっぱり、知ってる知らないとか経験値が結構ものを言う、そうなんですよね、道具だと思うんで、そうですね、そこら辺は、はい、上級者になるとちょっと聞きづらくなるけど、うん、初級者界隈とかだとやっぱ絶大な効果を発揮するのかな。そうですね、あの、ナックルだったり揺れたりとか、止まったり、そうですね、まあ、今回で言えば初心者同士で、うん、最速で勝つみたいな、そうです、まあ、勝ちやすい方法、勝ちやすいっていうところで、まあキーワードとしてはもうミスをしないとか、ミスをしないためのツッツキとか、ブロックとか必殺サーブとかっていう、まあその初心者同士の中で勝つための方法っていうところで今回お伝えしてるんですけれども、これがやっぱりレベルが上がればちょっとまた話が、そうですよね、また変わってきますね、話が変わってきたりとか、卓球の難しいところですよね、相手のレベルが上がればやることもちょっと変わってくるとか、そうですね、っていうところがあるんですけれども、やっぱりそういったところで
その時その時で必要なことって結構変わってきたりしますし、現実的に練習できなくても知っとくだけでも全然変わってくるのかなと思いますので、粒とかこういう性質だよ、そうです、ね、カットマンはこういうペン粒はこうだよとか、ここが弱点だよとか、左利きはこうここを狙った方がいいよとか、こういうサーブが効くよみたいなところ、確かにそういうのは 法則がちゃんと知っちゃうとかですね、そうですね、法則がある程度存在してくるので、してるね、はい、はね、絶対的に存在するので、まあ、それを知ってってから練習をやるだけでも全然変わってくるし、全然違う。なんでそういったところでやっぱりこの情報っていうのが結構恵まれてる中で勉強しやすい環境にあるからこそ、まあ自分から勉強するぞ、でそれを実際にやるぞっていうところをつなげてやってもらえれば、まあこれは初心者に限らず、まあ初心者でもそうですけど、まあ初心者の方が差が出やすいですね、余計に。まあ知らない同士、やってない同士なんですね。もうちょっとでも知っただけでも全然すぐはこう返せばいいとか、こう返せばいいとか、こうやもう初心者同士はこうやっておけばいいとかって、分かってるだけでも勝っちゃう、技術力が一緒だったらっていうところは起きてくるんで、まあ卓球の勉強をしてもらうと、まあ差が出てくるのかなと思います。ということで、ぜひですね、皆さんこれであの強くなるヒントがいっぱい詰まってますので、はい、参考にして、まあ、試合そして練習に取り組んでもらえればなと思います。はい、安もありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ためになりました。ありがとうございました。ということで、皆さんもよかったら高評価押していただけると嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございました。動画を見ていただきありがとうございます。日本中講習会で回って卓球の楽しさを伝える普及活動、初中級者が短期で勝てる内容を日々研究し役立つものをお伝えさせてもらっています。動画の内容が良ければいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。